それではですね、フェイスブックのね、今日はね、簡単なまずはね、登録の仕方からご説明したいと思います。登録すね、することで、あのちょっと躊躇されている方のための、えー、動画になっておりますので、これからフェイスブック始めてみたいなどうしようかな怖いな怖いなっていう方のための動画です。まずですね、皆さんのスマホにフェイスブックあのアプリあると思いますので、これを押していただきます。はい、えー、私はもう作ってあるんですけど、皆さんはこのままあの。 えー、ログイン、登録ですかね、フェイスブックに登録、えー、というところに入ると思いますので、登録をします。まだ全然大丈夫ですよ。はいそうしますとです、はい、するとですね、携帯電話で登録するのか、メールアドレスで登録するのか、あのね、種類、選択が来ると思いますので、どちらでもいいと思います。 ただですね、メールアドレスで、えー、登録しても必ず電話番号は、えー、必要となってきます。あとで電話番号教えてくださいっていうふうに来ますので、うんと、あのー、どっちも必要ですね。まあ、メールアドレスで、えー、やられたらいいじゃない,い,い、いいんじゃないかなと思います。 はい、そうしますと次ですね、えー、入れましたするとですねあの名前をね入力してくださいということですはいここで皆さんね、えー、名前どうしたらいいんだっていうのがあります、えー、Facebook は実名登録が望まれてますなぜかっていうと実名で相手がしっかり分かってるからこそ、えー、逆にですねお友達の方もつながってくれるんですね 逆にですねあのわざと偽名ですかね、まあ、まあ野号でもまあ野号はまだいいですけどもね相性のニックネームのような形で、えー、皆さんがもしもフェイスブックに入ったとしたらですねやっぱり誰もあ,のとあ,のあんまりつながってくれないと思いますよだって怪しいもんね。<laughs> 女性のようなニックネーム使ってても男性かもしれないし、えー、男性のようなニックネーム で作ってても女性かもしれないし、ま,まさにそこからしてあのわからないんですよね。で、あの、facebook のいいとこは相手がこういう人だっていうのがわかってるからこそ、安全にあの情報をやり取りするところなので、えー、私はここは実名登録がな望ましいと思います。あと、もう一つはですね。あのシステム上一つ困ったことがあります、えー、これはですね。もし皆さんが。実名でね。登録しなかった場合、例えばよくあるのは？ 星名陽子ですけど私実は私星名陽子はビジネスネームなんですねなので、えー、こちらの登録は本名の星名由美で登録してますあのーえー、両方わかるようにね、えー、なってますあのー、もう星名陽子がちょっと一般的に出回っちゃったので出回っちゃったのでですねあのー、両方やってますけども私のようにビジネスネームで登録してもいいですけど表に出てる名前はビジネスネームでもいいですけども えー、中身のですねあの設定ですかね、プロフィールのプライバシーの設定、プロフィールの設定かな、そういうところはあの本名を入れないとまずいんですね。それはなぜかというとですね、私し皆さんが Facebook を単なるちょっと練習で使いたいなという時はいいです。どんな名前でも構いません。とこころががですねもしし皆さんがそこを運用して なんかいい感じでフェイスブックが活用されてきたとしましょうそうするとですねフェイスブック内に皆さんの資源がたまるんです資源というのはですね例えば投稿なんかも資源ですね皆さんがこれからあのまだわからない方はいいんですけどフェイスブックにいろいろ記事を投稿していきますそれ皆さんの財産なわけですよいい記事書いたっていうとね財産なわけですよまた皆さんの撮った写真を Facebook にアップしてですね、皆さんの、えー、スマホとかのばいあの写真を削除した場合、Facebook 上にしかその写真がないわけですよね。それも財産ですよね。また Facebook ページなんていう、て、このお教室のページ立ち上げたりできるんですけども、そこに皆さんがお教室の何かこうね素晴らしいことなんか書いたとして、他にどこにもなくて Facebook 上にしかなかったら、あの皆さんの資源が Facebook だけ上だけに残ってるわけですねあとはお友達もそうです皆さんがつながって増やしたお友達、えー、5,000人まで増やせるとあの言われてて私は一度5,000人足したんでね今ちょっと整理してるとこなんですけどそのお友達も皆さんが、まあ、あの自力でですね、えー、エネルギーを持って集めたお友達これ全部資源なんですね。この資源ががももしも皆さんが実名登録せずに えー、もしもフェイスブックっていうのはきちんとですねこの実名登録してることもありですねプライバシーいろいろなこう倫理規約ルールをいっぱい持ってますルールに反しちゃう方はですねあの、まあ、追放されちゃうわけですよねフェイスブック上からなんかアカウント停止になったりとかあの剥奪されたりとかですねでもあのここ皆さん怖がるからねどうしようどうしようって思われるんですけどあのいきなりはないですよ。 ちゃんと警告が来ますこういうことしないでくださいねみたいな。なんか警告が来たらそれしなきゃいいんですよ。でもうっかりねその警告をあの来たのにそれに従わなかったらフェイスブックバッサリとですね皆さんのアカウントを停止したり剥奪した,剥奪したりするんですよ。その時にね、まあ、停止した場合皆さんの財産がフェイスブックにあるわけじゃないですか。ところが皆さんはその財産を自分でどうすることもできないと。ね。そうアカウントをあの再 スタート再発行再、えー、再開したいですよねその時にフェイスブックから実名のあ,あなたの実名なんですかみたいなね本人確認が来るんですよ。でそれが結構しっかりしてるなんかねもうパスポート級パスポートの名前と同じの家系みたいなねこん時に皆さんがそのパスポートの名前とここの名前が違ってるとあんた本人じゃないねってなってそのアカウントが えー、再作動再スタートできないっていうことになりますので練習でやる方はいいですよでも多分皆さん見てるとやっぱり結構いい感じでフェイスブックこう広がってくんですよね財産が貯まっていくんですよそのためにはここは本名をなさるといいと思います怖がることはありません、えー、だって何、えーね、何万人何百万人ですかあのフェイスブック いらっしゃる方は皆さんほとんどが本名でされてますよ。ということでこう名前を入れましょうはいそんなことで次へ行きます。はい、でここでパスワードを入れてください。えー、さあ 整理しましょうね。まず皆さんが大事にしたいのは3つです。えー、ここでえ facebook 上で使うメールアドレス。はいで、facebook 上で使う。う電話番電話番号、このスマホの電話番号ですよ。はい、あのタブレットで登録してるパソコンで登録してる人は、あのスマホのあの電話番号でいいですから。スマホの電話番電話番号、そしてこのパスワードですね。この3つは今すぐどっか紙に。 えー、しかもですねなんかこう手帳みたいな,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 なんですかねこう保存の効くペラッとしてどっか行っちゃったんじゃなくてきちんとですね皆さんがあの管理できるものに今すぐちょっと書いてくださいいいですかメールアドレスを書きますいくつもありますよねどのメールアドレス登録したっけなーみたいなそして電話番号皆さんのスマホの電話番号ですねそしてパスワードここ3つをあの後でですね Facebook はあのよく あのログインしてくれパスワード教えてくれって言ってきますのでここ必ずですねメモっといてくださいよく分かんなくなっちゃう人いますのでね、えー、メモっといてくださいねでは私もはいで次へを押しますはいここで生年月日が出てきますので えー、青年月日も間違えずにですね。きちんと入れてください。 男性,女性入れます、ね、はいこの辺は、ね、許可しないでいいですねでこの「友達見つけるも」も別に今すぐしなくていいですはいそしていきますとうーん ここね、フィードリクエストメッセンジャーあお知らせなんかありますから皆さん自分のページに行くんですけどはいここでですね皆さんのページができましたってなのはですね、まあ、ちょっといろいろ見てもらうといいんですけどもここですね設定 カウントの設定このねいろいろあってね皆さんねややこしくて嫌だななんて思うと思うんですけどあの慌てなくていいですからね。えー、一般を押すとですね、えー、ここにね皆さんの名前とメールと電話番号ここ電話番号あのない方はこう入れときましょう。 この電話番号入れると何かあった時にあの電話番号のところにです、ね、あの例えば不正な、ね、ログインあった時に、えー、不正なログインありましたあなたのコードを入れてくださいということで,ですねセキュリティ防止にもなりますからここ入れときましょう。ねはい、そしてセキュリティ リはいですかね。プライバシー。ここですね、このプライバシー、ここ大事ですね。ここにね、あの今後の投稿の共有範囲、ここにですね、見てください、公開友達自分のみ、これ、とってもね、フェイスブックの中で大事になります。 公開にすると皆さんの、えー、と投稿したものが、まあ、あのいろんな人に見て、えー、もらえるということですね。ですが友達だけにした場合皆さんはこのあと自分のフェイスブックでお友達に、えー、お友達をこう増やすんですね。お友達になってくださいみたいなね。えー、するとそのお友達しか見られない。 っていう設定なんですなので、えー、もしもちょっと練習したいなっていう方はまだ友達でいいですね、えー、もうビジネスであのちゃんと使っていくんだっていう人は公開にしたらいいですあの最終的には公開にしないと意味がないですよ拡散していかないのでね初めの,あの時期だけは友達でもいいかもしれませんもしくは公開にしてですね記事皆さんの出した記事を 公開にしたり、友達だけにしたり、こうふ振り分けられるんですね。そっちの方がおすすめですね。公開にして、友達だけに振り返、えっ、ー、とやるのがいいと思います。こう公開公開、公開えー、今日ね。まああのつながるツールですからね。このよう全員にしたらいいと思いますけれども。 はい、はい、じゃあそういったことでですね戻るとはい皆さんがやってほしいことは次にやってほしいことはここですね皆さんの写真をここに入れたらいいと思います皆さんスマホに写真を撮っていただいてここにねアップロード すすするると出んんででけども、まあ、こんな感じですね自分の写真入れたり、えー、ここもですねあのお友達に皆さんの存在を知ってもらうために私はあのお顔を載せたらいいと思いますよただあのちょっと練習したいんだっていう方はお花の写真とかね今はしてもいいですけどもあのいずれはここはちゃんとお顔を載せましょう。 はい、えー、例えば「やりましたと」とね練習で、えー、こんな感じですねはいなりました続きカバー写真カバー写真っていうのはまああのブログでいうこうヘッダーみたいなもんですかねこうなんかもそうですね皆さんのお教室のなんかあ、まあまあこういったね みんなでやってる写真なんかはこう入れてもいいわけですよね、保存とはい、来ましたはいで、ここ出身地はどこね。その他のかここにね出身地か 出身はね私ね名古屋で生まれたんですよ。ということにしとこうね。とかね、まあこそん。勤務先。これは皆さんあの自分のピアノ教室の名前書いてるんじゃないですかうんと。あ あ、これ自分のそっかこれはあれですねあの出来合いじゃないとダメみたいねこれ飛ばしてもいいですねあーこんなんかもね嫌だったら飛ばしてくださいここねこんな感じですね まあまあ、どんどんこうやれるとかやってください。そして大事なのはえこれなんかもスキップ分かんないスキップ問題はですねあこう自己紹介自己紹介入力してください。これなんかもあの大丈夫な人は書きましょう。で大事なのはお友達を増やす。このままではですね誰からも誰も何もあの見てもらえないですよあの。存在してない状態ですから。 えー、友達これですすねもう一回いきますこれ、ね、友達がリクエストしていくんですよ。でこうやって見てみて「あ私この先生知ってる知ってる」まずリアルで知ってる先生がいたらあのリクエストしましょうあの。いいと思いますよ。まあ 基本フェイスブックはリアルなお友達をまず、えー、とつながりましょうっていうのを推奨してます。で少し慣れたらあの私はピアノの先生、えー、とはつながっていいと思います。えーまあ、それもいろんな考え方があります。あと地域の人ですね。皆さんがピアノ教師として、えー、これからこう Facebook でこう、ね、何かビジネスを的な活用をしたいと思うならあのしたいと思いしてもいいと思いますね。 でこのお友達になると相手の方に「友達申請来ました」っていう風にあに来ます。と向こうの方がそれを受け取るか受け取らないかは相手の自由なんですね。なので皆さんが申請出したからといってもあの向こうの方がお友,達えにえお友達になりたくないと思えばそのままなのであのそれはいいかと思います。 私はですね、これちょっとこう今わざとですね本当はいけないんですけどあの私は自分2つ自分のね名前を作っちゃったので例えばここねえー、っとですねえー、っと友達はい友達リクエストここですね検索私はじゃあ星名陽子に。 あの申請出します。ですか？こうやってやると、はい。星奈洋子どこにいる星奈洋子星奈洋子自分の顔がない。多分私は。 はい、それではですね友達、えー、リクエストのねシステムをお伝えしましょうね皆さんはあのー、これからですねお友達をとつながっていくんですねつながらないと皆さんの投稿がお友達に見てもらえませんまあ、ただあのー、検索すればですね Facebook 上で公開投稿している人の情報が見れるんですねなので友達を増やす必要はすぐにはないです もし心配だったらですね、まあ、あのー、私に申請ください。どういうシステムか分かるか。ちょっと私への申請の仕方をお,お,お伝えしますね。まず、ここ、友達リクエストを押します。はい、えー、こっちがパスか。で、検索。はい、ここに、星、えー、な用語と入れてほしいところなんですが、私ですね、あのー、パスポートネームはですね、 星なゆみなので申し訳ないですよ。星なゆみと入れてくだ、ゆみ星なと入れてください。うんーとーあれですね。ゆちゃおちゃう,ちゃう、えー、とはいゆ。 しで検索かけまますあ出てきましたねこれです私ねこの時に友達検索した時に顔があるとほっとするじゃないですか「あーこの人知ってる知ってる」ね。あのよくピアノの先生だと分かりやすいようにピアノとご自身の写真とかをやると「あーこの先生ピアノ先生だ」っていうふうにわかるので相手からね自分を探しやすくするためにもお写真もしくはあのピアノ関係の人や、まあ、音楽的なね、あのー そういったものをあの載せると私はいいと思います。はいで、ここで友達になるをこれ押すとですね。相手にここ押すとですね。相手に皆さんが友達になりたいって言ってます。よっていうメッセージが行くわけです。行きます。押します。はい、リクエストが送信されましたね。で、皆さんはここに出てくる人は facebook がね。お友達になったらいいんじゃないの？っていう風うに皆さんにお勧めしてる人なので、あさっきのこっちですね。えっと、あの大丈夫な人は申請を出しましょう。じゃあですね。効こ果こポイントです。 相手,にはどう相,相手にはどうなるかっていうことですね。これは皆さんもうそうです。皆さん特にこれからフェイスブックねあのどこで調べてくるんだろうということで皆さんのことを調べて調べてっていうか皆さんのことをさっきのねシステムを使ってあの友達になろうっていう人がこう皆さんのところにリクエストを送るんですよで。これじゃあどうなるかっていうとですね えー、今度はですね私の,あのフィードーになりますで。私のフィードにどんなことになってるかというと、ですねここですね、友達マーク、ここに申請が、あのさっき私、えー、仮のね、フェイスブックから自分の本当のフェイスブックに友達申請を出したんですよ。ちょっとここにあのマークが来てますので、これを見ると、えっ、ー、とですね、ほら、ここにね、あのリクエストが来てるわけでしょを 皆さんが見て、この確認を見てね、訳の分かんない人を確認しなくていいんですよ。削除しちゃっていいんです、こうやって。別に嫌だったら、男の人とかね、ちょっと誰だ,だ,だみたいなね。ここはね、違いますよ。ここはこれから皆さんが友達にえなったらいいんじゃないのって、Facebook がですねあの、おすすめしてる人なので、ここも知ってる人以外はしなくていいです。ねでこっちは 友達リクレスト確認、これはダイレクトに皆さんのところに友達になってくださいねっていうあの人なのでここはあのいいなと思ったら確認します。いいで,すかでえー、っともう一つですねここにメッセージの機能があります。ここによくあのメッセージがね来るんですよね。ほらこれの人たちなんかはあのメッセージが来て,は来てるわけですよ。ね。 そんで、えー、皆さんが誰かにね、あのメッセージをあの承認してほしいときは、えー、っとですね、一回切りましょうか。じゃあもう一回やりますね。さっきの私、これ欲しいな一回、あれしましたけど、一回、あの、えー、っとです、ね、あこれね、まあ、さ検索すればわかるんですけど、これもし、 なんかこういろいろこうやりとしててねあのこ,こいつ嫌だなともう嫌だなと思ったらブロックすればいいんですよブロックの仕方はこれですねえっとですねブロックしちゃうと2か月かなんかはその人からあのその人とかあの復帰できないんですよ関係性が。なんでまあ嫌だったら友達から削除すればいいんじゃないですか 今削除しました。友達はないです。ね、で、えー、でもう一つ、認証が来たりしてますね。はい。はい。この認証が来た場合はですね、ここに、あの、これまだ登録完了してないんですけど、えー、皆さんの登録したアドレスにコードが来てます。コードをこう、あの、入れるとですね、ちゃんと完了ができるんで、あのメールアドレスを確認してください。 えー、今やりたいことはですねメッセージ。